お疲れ様です。お疲れ様です。あの皆さん、今日は深夜2時に僕の家にリリちゃんが泊まりに来てるんですよ。いや、午後2時ですね。まあ、サムネで見たと思うんですけど、実際にあの Zoom で、まあ、オンライン飲み会とかまああって、会議はもう実際使っとるんで、これ。そうですね、よくやってますね、 Zoom で社長とも会議。会議ようやるんですけど、あの今あのリフォーム業界、塗装業界でもそうなんですけど、今実際にオンラインで見積もりをやったりだとか、あの現場の打ち合わせかなども、なんか Zoom 使ったりいろんなことやるっていうのが進んでて、でうちもまあ今それすっごい今研究中でしょ。そうですね、なんか聞きました、ちらっと、うん、Zoom で全部やろう、お客さん家に行かずにやる、そしたらまあ経費とかもかからずにちょっとお安くできたりとか、うん、オンライン、Zoom を使って実際に検証してみようってことだよね。現場管理できるかっていう、そういうことですね。はい、でリリーちゃんと今日はお泊まりで、まあ、2人でズームと、ベッドの中で2人でズーム、実際の商談、はい、まあ、見積もりからその契約、観光っていうところってどういう流れになるのかな。塗装の依頼が来たら営業マンからお客さんに電話します。訪問する日のお約束、アポを取ります。現場調査で1回お伺いします。で、現場調査の時はお家の周りを回って家の寸法とか大きさ測ったりとか、外壁に何の塗料を塗るかっていうのをまあ、見て、でお客さんとも話して何年持たしたいかとか、どういう質の塗料を使いたいかっていうのをまずお客さんからニーズを聞き出します。それが初回訪問だね。初回訪問で、で一番初めての、はい、まあ、ファーストコンタクト。はい、で、まあ、その現場調査とかお客さんからのヒアリングを元に、見積もりを作るためにヒアリングを取るんですね。まあ、現場調査してその日は一回まあ変えて見積もりを作ります。で、その次は見積もり提出でお伺いします。2回目だね。2回目、うん、はい、塗料のグレードとか種類によって何パターンか出すので、それでお客さんにまあ塗料のグレードごとの説明とか見積もりの内容とかの説明をします。屋根と外壁とかでいろんなパターンをそうです、ね、もう持ってくんだ。もう外壁でも1個だけじゃなくて2個3個とかの何パターンか塗料ごとに作るんで、これ企業情報バレたかな、他の企業にな。盗まれるぞ、うちのやり方で。で、やるってことになったら申し込みでお伺いするんですよ、うん、申し込み用紙を書いてもらう、契約ですね。で、それで契約になりました。で、まあ、その日も、まあ、1回帰って工程を組むんですね。あ、だって契約した後だよね。そうですね、契約した後、結局はまあ契約までに3回目行くわけだ。そうです、初回訪問、はい、提出、はい、契約の3つで契約して、 で今後何があるんだ。工程の説明と色打ち合わせをします。壁に色塗るかっていう打ち合わせで、その後近隣挨拶、お隣さんとかちょっとうるさくなっちゃうんで、それであの挨拶回りのお伺いする。工程は工程で行くの、まあ、色打ち合わせだけでも出ていっちゃう。そうですね、工程と色打ち合わせはまあ一緒に進みますよね。はい、うん、でいうことはまあそれだけはもう契約後に1回行って、でもう1回近隣の挨拶とかあるんだ、まあ、工程決まって、まあ、工事の前だね。そうですね、工事はだいたい1週間ぐらい前になったら行く感じですね。あんまり2週間前とかに行っても、俺ん家に泊まる1週間前は別に気にせず、まあその流れの中で商談から契約のね、契約で工事開始までの中でこういろんな資料と送ると思うんですよ。はい、でここら辺ってちょっと簡単に説明してくれる。はい、わかりました。まず最初の現状、うん、一番最初にお伺いするときにはこれですね、うん、会社案内なんですけども、うん、これを絶対持っていきますね、うん、はい、これ出していいかな、これ企業秘密だよな。出しちゃいましょう、塗装屋が持ってくるで。で、まあ、いろいろ施工事例集とか会社案内とか入ってるんですけど、私はいつもお客さんにこのピンクの本絶対読んでねって言ってます、うん、これ社長の書いた、社長の熱のこもった本なんで。他は、まあ、他は結構さらっとした説明なんですけど、これ虎の巻、うん、これあのこれも俺作ったね。塗装の知識、まあ、塗料の説明とか、うん、シーリングの説明とか塗装の知識がこれで、まあ、ここら辺はまあ郵送しちゃうなんとかなるし、ね、まあ、最悪オンラインで見せてもいいもんね。次に提出っていう時に、提出の時は、うん、まあ、もちろん見積もりですね。何パターンか作っとるってことだね。3パターン4パターン作っとる、ね、そうですね、作ることが多いです、うんうん、でこういうのは、まあ、郵送かデータにするっていうのも一つ手だよね。まあ、そうですね、メールで送っちゃうっていうのも一つ手だよね、うん、はい、まあ、これがまあ商談から契約までの流れだ。で、この契約以降の人たちに、まあ、色の打ち合わせをするんで、うん、その色の打ち合わせに必要なものとしてこういう風に塗り板、これ実際の塗料を塗った板なんですよ、うん、これはちょっと画面越しじゃ微妙な色の差とか分かんないかもしれないんで、しかも携帯の粗い画面じゃ、
実際見ないと。これよく俺よく言うんですけど、あのパソコンってさ、あのまあこれ塗装屋さんだったらこれからまあ独立してやろうと思ってるんだったら、あのアドバイスとして、パソコンってモニターで全部色が変わってくるし、うん、あの光が当たると当たってない、家の中だけでも全然違うでしょ、色が違います。だからまあこれはね、多分郵送の方が、ね、そうですね、ネット上で見るっていうのはなんかこれとか完結しないかもしれない。艶ありなしとかがあって、うん、この濃い方艶なし、うん、三分艶ですね。あ、これ、まあ、艶感、これ三分艶、正直艶同じ色でもこれちょっと色はこれちょっと違うんですけど、45の 30B と 40B だね。ツヤとかは多分画面じゃ分かりづらいと思います。でこれさらにあの今度ズーム通したら、そのズーム越しにどこまで再現できるか一遍見てみようか。そうです、うん、はい。ではこれで実際にお客さんに色見てもらって、うん、色決めるって形 で必要に応じてこういうふうに実際にお客さんのお家をパソコンで色を載せたカラーシミュレーションっていうのも作ります。で、まあ、これはまあちょっとパソコン あの印刷の度合いとかでちょっと正直色変わっちゃうんで、本当にイメージですね。暗い家だったらどんなのかな、軽い家だったらどんなのかなっていう感じで、うん、まあ、参考程度に見てもらう感じで、まあね、でもあそういうことね。これをまあこれはデータで送れるもんね、言ってほぼほぼデータとか郵送でいける。まあこれだけ郵送だよね、やっぱこれは絶対郵送にしたいかなって。これ以外はほとんどいけるのかな。こういう実際に今まで人間が何十人といううちでも営業管理が動いとるけど、これうまくいったら本当にすごいコストカットになると思うんだよね。本当にお安く提供できるようにもなっていくんか、ね、お客さんにとってもそうだよね、メリットも高いと思うんですよ、はい。まあ、今これからじゃあちょっと実際にリリーちゃんがお客さんか、俺が営業マン、はい、俺が営業マンで、まあ、ここが事務所と見て、まあ、ちょっと実際外なんですけど、ちょっと一回実際にこれからちょっとやってみようと思いますんで、皆さんもう結構ここ尺長かったと思いますけどぜひこのまま見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実際にじゃあ繋いでみたんだね。はい、今リリーちゃんがあの車の中で、まあ実際は外なんですけど、今 Wi-Fi 切っとる状態だね。あ、そうですね、 Wi-Fi 切ってます。携帯の普通の 4G のあれで、ドコモ。そうです、ドコモ。あ、そうです、ドコモ回線です。はい、ドコモ回線で今繋いどるんですけど、今 Wi-Fi 使ってない状態です。で、俺はこれパソコンなんで、で、事務所見たらそうだよね。で、お客さんだとね、結構やっぱ外だとね、 Wi-Fi 切って電波の方がいい感じだね。 いろいろ試したけどね。そうですね、そこだと Wi-Fi 弱くなるんで、カクカクしるんで。そうだね、家の中の Wi-Fi だと結構きつかったけど、今電波だと全然いいね。あの営業マンで、リリーちゃんがお客さんだね。はい、お客様です。ちょっとか軽く触りやってみようか。はい、こんにちは。こんにちは。これ初回訪問ね。あの資料って届いてますか。あ、これですかね、これ。あ、こうやって届いとる状態だよね、これで。で、実際にこのじゃあ資料をちょっとなんか一個だけ見ながら説明するってできるか、ちょっとやってみようか。あ、じゃあ会社ね、ちょっとじゃあ1ページ目を開いてもらってもいいですか。はい、はい、で俺も持っとった方がいいんだな。で、2ページ目にこういうとこありますけど見えますかって、2ページ目に例えばお客さんの声とかが書いてありますよね。見積もりの提出もちょっとじゃあやってみようか。初回訪問だといろいろ、まあ資料の説明と、あとあれか、家の原寸がいるんか、図面とかってことですよね。そうだよね。あ、だって図面はもらって、ちょっと家の外を撮ってもらうようなシーンってちょっと欲しいかな。はい、ちょっと携帯だからそれってちょっとやってみやれる。じゃあちょっと出みますね。うん、外亀にします。はい。あ、これ今外亀だ。あ、それでいいね。はい、あ、これ全然見れる。もうちょっと引いた写真動画が見たいかな。あ、実際、まあちょっと今、実際はちょっと外壁塗装やっちゃってるから、あの、足場かかってるけど、ああ、これだったら結構見れるな。例えば、ちょっとまあ今、左に入っていけんでしょ、狭くて。左、いや、はい、入れますよ。入れる？はい。ちょっと頭だけ、ヘルメットかぶってないと気をつけてね。あ、結構パソコンだと見えるな。はい、見えますね。全然入れます。あ、本当だね。あ、実際にはちょっとそれで上の方も見せていただけますか？こんな感じでわかりますかね。うん、あ、実際ね、ぼやけとるけど家の形状とかは全部わかるな。多分引いた画像が欲しいけど、まあシートが実際にかかっとるんですけど、こんな感じでいいですか。まあ、あ、全然見えるね。だって図面を見ながら寸法だけもらえば十分できるかな。うん、こんな状態ですよ、今こうやって歩いとるのもね。
この状態だから結構で、あの iPhone の場合すごい小っちゃいじゃん。だけどノートパソコン、まずさらにあの会社のパソコンだとモニターもっとでかいから、実際にはもっと見、あ、これスリッパ1個だけある恥ずかしいやお前見積もりできんことないね。全然できるね。図面だけあれば、ちょっと家の悪いとこ、まあそう細かいところのシーリングとかまで、どこまで見えるかわかんないけど。で、お家の周りぐるっと回す、映すっていうのもそんなに苦しい作業ではないと思います。そうだよね。で、見積もりの提出の段階になると別にそんなに、はい、だけどまあこんなのあれだよね。見積もり書なんて見ながら、これじゃあ1枚目見てください、2枚目見てくださいとか、いや、全然、あの会議で使うレベルだもんね。はい、で提案書とかもデータで見てもらうと、ちょっと相手とパソコンで見ながらとかできるんか。そうですね、はい。そうだね。あ、実際にですね、あのやっぱ これ全然問題ないな。外から全然見れるね。はい。ただその iPhone でこのデータとかを送っとると、iPhone 見ながらこれってできるんかな。メールとかそれ画面見ながらメールって見れる。ちなみに、例えばこのデータを送っとると、このデータが見たいわけじゃん。この画面のね、あ、こうなる。音声は届いてますよね。音声聞こえとるね。そして初回訪問提出、まあ契約はいいわね、データもらうとかそんなレベルでいけるんだけど、着工工事始まりだね。今度はすぐあの JPEG で画像で送れるんであれですけど、この塗り板っていうのがね、あの契約以降色決めとか、まあ工程決めなんてこうやって電話で全然できるじゃん。色決めでこれちょっとさ、よく似た色で。どこまでその画面でわかるかっていうのをちょっと見てみたいんですけど、まあこれ YouTube 上だとこれだけど、そちらの画面上だと、今これ画面保存しとるね。はい、画面保存します。映っとる？あー、なんかいや結構一緒に見えますね。若干、やっぱり若干違うけど、うん、いや、実際、うん、実際今照明がかかってるもんで、照明がかかってない方向を向けると、まあ日が当たってるとこういう感じになるよね。あー、まあ、分かるっちゃ分かるけど、うん、あ、でもなんか今見せられてる映像、うん、だったら、そのさっき社長が立てて、うん、ね、くれた時よりなんか見え方変わった気がします。あの光が当たるだけで全然違うよね。いや、実際に、はい、こう光に当てとると、でこれは全然違うでしょ、多分ね。そうですね、濃く見えます、テーブルの上に置いて。ああ、そうだよね。でこれでもまだちょっと照明をちょっとね、あの撮影用の照明も使っちゃってるんであれなんですけど、カラシネーションだとかなんだろうを使って、あの細かいところまで調整する段階では、実物を送った方がいいかもしれないね、こういうのは。そうですね、この2つ分かんないですね。ああ、もう分かんない。もうなんかほぼ一緒に見えます。うん、これ YouTube 上だとどうなんかな。俺のこれ実物はもう結構違うもんな。画面越しでもだいぶ違います。ビデオカメラ上だと、はい、YouTube だとどうなってるからね。まあ実際以外で色決めはやっぱりその郵送で送るなり、いろんなね、あのまあ調整、それかまあ工事が始まって職人さんと調整するっていうのも一つ手なのかなとも今思ったんですけど。あ、そうですね、それも手かもしれないです、うん、でもやっぱりなんか画面越しで塗り板見せられても、なんかやっぱり、そうだね、一貫で見たいなって思っちゃいますね。なんかまあ確かにそうだね、やっぱりよくわかんないです。契約した後にまあ色決めで工事が始まりました。ちょっと、じゃあその時にお客様に実際にちょっと気になるところがどうだっていうのは、足場の上とか上がってもあらがんくなっちゃうか、職人とやり取りしまえばいいのかな、お客さんが。あ、そうですね、はい、限界がある。ちょっとね、じゃあ、リリちゃん足場の上上がれる？ヘルメットってあるかな？契約、まあ、色決めとかいろんなことは、まあ、ほとんどのことができるなっていうところなんですけど、今、リリちゃんが、足場の上上がっとるね、今。足場の上です。上上がって、じゃあ実際にじゃあ、軒天とか見せてください。ああ、これ軒天ね。ああ、見えるな。全然見えるな。ああ。ああ、実際にも見えるし、タッチアップ、まあなかなかやっぱ見えないけど、ちょっと気になる。では、点検して全てをチェックするっていうのはやっぱ難しいかな。じゃあ、職人さん、窓周りのところなんかちょっと見せてもらえますか？気をつけてね。実際に窓のシーリングなんかも見えるかな？画像はもう全然いいね。見えるね、これ。シーリングがどこまできちっとやれとるかっていうのは。
逆にもう近いと、もうすごい逆に目で見るよりも細かく見えるぐらいだな。ただこれを全部チェックしようと思うと結構1時間ぐらいかかっちゃうかな、カメラで。そうですね、普通の子だってだったらまあまだいけるかもしれないですけど、大きい家とかだったらちょっと。そうだね、大変。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。疲れたね、俺ここで座ってまあこうやって外でやって全然良かったんだけどね。音声とかも綺麗ですし、めちゃめちゃ綺麗だったね。全然カクカクしないし、私 Wi-Fi 使わずにやったもんね。で、ちなみに私格安 SIM で、うん、で、どこも回線使ってる格安 SIM なんですよ。でも大丈夫でした。なんか遅いとか言うじゃないですか。どこも回線使ってる格安 SIM でも別に、うん、不便ではなかったです。使った感じ。観光検査と、まああと足場解体後の検査か、そこら辺をどうするかだよね。だけどお客さんがまあいないところで行くのか、お客さんに気になるところを指摘してもらって俺らが行くのか、課題はあると思うんですけど、まあ本当に最大限行かんでよくなると本当に観光検査とかそのレベルじゃない、もし行かなかんとしても行く回数だいぶ減ると思う。減るよね。これちょっと一つ考えたことがあるの、外国人の紹介ビジネスみたいな感じで、全国に紹介ビジネスをやろうかなって、まあ、全国から YouTube を見て外国人をやってくれて、あの依頼が来るんですよ。今現段階では断ってるんですけど、まあ、全国の業者さんに紹介してもいいかなと思うんですけど、一個爆弾発言じゃないけどちょっとぶち込みでいくんだけど、もし全国でその塗装をじゃあうちにそういう紹介じゃないけどうちがやって、まあ職人はまあ例えばうちの職人が行くんか、まあ、そこで現地で探してきちっとした人を探して、まあ、訓練を受けてうちの仕事何回かやってまた行くとか、まあ、そこら辺を考えて1年ぐらいかけてちょっと構想考えとるんだけど、実際にじゃあ塗り替え道場で依頼したいっていう人がおるのかどうかっていうのと、まあ、こういうことじゃあやる、じゃあ一緒に塗り替え道場さんとやってみたいっていう人っていうのはちょっと問い合わせくれんかな。あの YouTube の概要欄に貼ったでしょ、問い合わせになってね。でまだ1年後ぐらいの俺はもう考えておったんですけど、オンラインミーティングでこれすごいいいかもしれないね、うん、私は結構ありだと思います。これでお値打ちできるんだったら、そういう商品はそういう商品でありだと思います。俺だってさ、東京とか大阪に支店を作ってっていう考えがあったんだけど、実際にこうやってオンラインでやったら愛知県で全国ができるわけじゃん、はい、で職人さんはまあ 何らかしらの訓練とか、まあ、資格とかいろんなところで基準みたいなの作っちゃって、まあ、レベルっていうのはまあ統一してばなかと思うんですけど、そうするとお客さんにほんと 10%15% って値段下げていけるよね。下げていけると思いますね、本当に。そうだよね、はい、実際にじゃあ塗り替え道場でやってみたいなっていう人がおれば、1年後だよ、まあ、今来たからっ ってやってあげられることもできないし、どれぐらいじゃあ来るかなって。でまあその来た人にも本当に1年後にやるとしたら、まあちょっとね、ある程度サービスじゃないけどそういうものはやってもいいのかなと思ってますんで、ぜひまたその辺も教えてください。反応が見たい、やってくるのかどうかっていうね。そうですね。で職人さんも、あ、塗り替え道場がそういうことやるんだったら一緒にやってみたいなっていう人がおれば、まあ足場塗装、シーリング、防水だよね、メインは。で、まあ屋根板金とかいろんなものがあると思うんですけど、まあまずはそこの4種目ぐらい。じゃあすぐに、じゃあ明日からやりますっていう話ではないんですけど、1年ぐらいかけて、だけどこれオンラインがうまくいけば半年とかでやれちゃうんかなっていう発想もあるんで、ぜひちょっと問い合わせもください。なんかあるっていうわけじゃないけどね、別に。よろしくお願いします。オンライン見積もりやっちゃいましょう。またねー。また見てねー。なんか締めが悪かったねさあ、じゃあ俺んち泊まって飲もうか、なんで。あ、三密しよう。あ、ちょっと彼氏が迎えに来るんで。やー、愛しのダーリンが迎えに来るんで。